今日は楽天で頼んでいたあるものをボーにプレゼントしたいと思います。おもちゃ気にしとる。何だと思うの？ボーちゃんにプレゼント。ハロウィンブーねー。じゃあ来てからのお楽しみということで。切れるかな、なんか小さい気がするんだけど大丈夫？あ、噛んでる。食べ物やと思ってる。まあ食べ物で合ってるね、実は。ちょっと待っちゃう。この感じから皆さんお分かりいただけるだろうか。よし、じゃあ右手ね。あ、ぼーちゃん、ぼーちゃん完璧よ。ぼーちゃん犬やめてまた次何になった？この前は犬やめて蜂になってみたけど、今回はリンゴ。アップル。アップルよ。ぼーちゃんすごいになってるよ。ぴったりじゃん。ぼーちゃん、そうえ、帽子ぴったりよ。帽子レベルは L って書いてたけど、 L やったら口コミででかすぎっていうのがあったから M にした。え、だって帽子ずれないんだもん。ちなみに帽子を取ってみるとこんな感じで、やっぱつけた方が可愛いね。え、嘘でしょ。この帽子もぴったりで、ぼーちゃん水泳選手なんですね。また似合っとるんだけど。ちょっと今ぼーちゃん寝起きなんで、寝起きにいきなりリンゴになって元気ないけど寝起きからなんだブカって思ってる絶対。この服すごいなって今思ったんだけどさ、うん、なんかこういうコスプレ系の服ってここに穴が開いてない服個人的には多いなと思うんですけど、この穴何かというと、この穴はここの下に服着る前にあのハーネスをつけてあげて、でハーネスのこのリードをここ金具を出してあげてこう繋げてあげる。なんか上からリードつけなくても下にリードつけてここから出せるの。なんか本当にリンゴがこうやって開いてるみたいな。ぼーちゃん大丈夫？なんか眠そんなことよりも寝起きからはきついブーって、おいらもテンションが上がらないブーって。え、でもすごいよ、ぼーちゃん。ぼーちゃん、いやー、かわいい。犬をやめたくなったね。うん、もう犬飽きたブーって人やと思ってるもんね、自分のことね。この前さ、鏡で自分見てびっくりしちゃった。思ってたのとやっぱ違かったんよ。笑っちゃダメよ。おしゃれな犬みたいに超似合ってる。センスいいじゃん、あんた。うん、犬が似合うと思ったから。この間、うん、生配信でいただいたスパチャを使って購入させてもらいました。あ、それで買ったの。なんか服買うって言ってたもんね。これでも安かったよね。2000円ぐらい。あ、2000円したんだ。でも、うん、でもさ、いいね。お前の蜂の300円で比べると高いけど、あっちはメッシュ素材で、あれ着て外出るのはちょっと今の季節服って感じじゃなかったよね。あからさまにもうコスプレって感じだったけど、これは本当にしっかりした布で。ボータン、ボータンどうしたの？すごい似合っとるけど、分かっとる自分で。オイラが食べてる。オイラ最近病んでるんだもん。さっきまで走って疲れて爆睡した後の寝起きこれだから。ぼーちゃんすごいよ。なんかしかも落ち着いてるっていうか、なんか落ち着くんかな。確かに耳をこうさ隠してさ、顔周りになんか布がきでちょっと落ち着いてる。何この脱力感、遠目から見て。なんでリンゴが落ちとる。あ、リンゴが落ちてる。毒リンゴか。ストレッチマンみたいな。何やったっけ、ストレッチマンの。ストレッチマンはなんか黄色い服なんだけど、なんか掛け声みたいなのあったよな。何やったっけ、世代なのに忘れたわ。ストープみたいな。うん、なんか馴染みすぎてて。え、いいじゃん。動いてる動いてる。もう赤服似合うもんね、もともとね。かわいいな。あとおとなしいよね、本当に。なんかこの前の弁天に行った時にさ、おとなしいねってすっごいいろんな人に言われて、おとなしい方の子なんだなやっぱりって、うん、再確認した。え、おとなしい子だなとは思ってたけど、吠えないしさ、全然吠え返さないしね。え、吠え返さない。吠えられてもね、見抜きもせんよね。全然興味ないと吠えられても、自分に吠えられてると分かってないんかな。この間大きいワンちゃんに吠えられて、違う方向に吠えてた。間抜け。間抜けじゃないの。
そう、そうだったよね。ワンってでっかい犬がワンって言うからさ、ボウもさ対抗してやろうと思って、なんか珍しくボウもワンって言ってね、あ、ボウちゃんが喧嘩打ったんかなと思って、ついにボウ喧嘩するかと思ったら、ここにワンちゃんがいたとしたら、ボウは全く違う、もう向こうの方向ここに吠えるべきなのにこっちに吠えよってね、こっちに吠えないといけないの、あっちに向かってワンとか言って、あんた吠える方向間違ってるよって、どっから聞こえてきたんよワンってって思ってさ、なんかボウもボウでさ、吠える方向間違って失敗したから、そっからまた吠えなくなったんだよね。恥ずかしくて恥かいたって。じゃあ今からご飯食べさせたいと思います。おって、おかわり、おかわり、伏せ、よし、やる気がなくて全然起き上がらない。今日は寒いからね。うん、おでこ結構広すぎやしないか。ぼっちゃん、どこのリンゴですか？アップル。Ha ha ha ha!